ミラが1台、86、ミラが2台、ミラが3台、ミラが4台。で、先輩どこにも1台置かせてもらってるから、ミラが5台。全然そんないらん。気を抜くとね、ミラは集まるんですよ。アルトとか。で、まずは、このデフね。こいつ。もうちょっとね、ロック率を上げたりしたいんですよね。現状がちょっと何キロぐらいなのか。確か8キロぐらいやったと思うんですけど、一回ちょっと調べてみようと思います。これで前タイヤも浮かせてるから、そんな効いてないな。なんかもっとあったような気がするな。緩くなったような。うん。いや、めっちゃ緩いぞ、これ。ほとんど FF で走ってるやん、じゃあ。ほぼオープンやん。計測方法ってこれでやってるやんな。前もっとカタカタ気すんねんけどな。スルスルや。55ニュートンぐらい。55とか、もうちょっとか。ほな、俺前で無駄毛で走ったってこと？前が58ニュートンぐらい。確実に。前で無駄毛で走ってるやん、じゃあ俺。俺前、計測し間違えてたんかな、リアデフ。8キロかなんか、6キロかなんかあったような気がしてたけど。なんか間違えてたんやのか。記憶違い。結構イニシャルが効いてたような記憶があったんですけど、僕の中のそうあったらいいなというこうユートピア思想がそういうこの幻想を作り出していた恐れがありますね。実際に、計測を改めてしてみると、これはオープンではないかと、ほぼ。ということは、今まで私は池のダイヤで、やれああだこうだと言いながら走っておりましたが、ほぼ前デフのイニシャル6キロだけを頼りにですね、肉で戦っていた恐れがあるぞと。まあ、つまり、片腕だけで、ね、戦ってたということですね。ということは、今回これで、両腕で戦うとなれば、結果は見えてますよね。確かでも1月に計測した時は、8キロぐらいあったはずなんですよ、デフのイニシャル。それがなぜ今回こんなオープンみたいになっているのだ。ちなみにこんな、デフガード。結構気づいてるでしょ。まあさ、岩場走りますからね、ダートとかね。そういう用の車やし、こういうオプションがあるんですよ。この奴隷受けとかもなんかオプションでなんか当時あったらしいですわ。僕はもうこの日にあんまり興味がないんで。去年かなんかジムニーのデフバラしてて、今年は。前もどうやったかちょっと覚えてないですけど、取れた。結局真ん中、ここも外してやっと取れましたけどね。そんな取れんかったっけな。もうちょい前後に移動したような気がするんやけど。で、まあ、ミッションアイロンはまあ、もうちょい出んのかな、これ。次、これ外しますわ。まあ順番で言ったらこっち先やるべきでしたね。こっち羽根つき外してドライブシャフトを多分ちょっとデフから抜かないと抜けてこないと思うので、この辺をやっていきましょう。ここもまあ一応こんな大して難しいあれではないと思うんですけども、これでオープンデフ入ってたら笑うけどな。1月か4月かなんかの時に測った時がリアデフが8キロって僕の記録やとあるんですけど、ほんまにそういうとこやで。ほんまに。これでオープンとか入ってたら。ただ、これでちゃんと LSD が入ってた場合は、やっぱり弱くなったんかな。一応、ちゃんと調べたしな。36ですって。結構でかいやん。インプレッサー回しといてもいいんだけど、一回これで。
いやー、動力入れた状態でやってよかったな。失敗。こんな方が思えへんかった。うわ、これは失敗だ。これは失敗ですわ。ペラ車ほどいてもうたやん。てか、あー失敗。これは設置してる状態で緩めるのが正解やった。失敗です。いけましたわ。やっぱね、トネこれコンパクトで強い。いけました。ネジも傷んでない。ほんでミラーのバランスも初めてだからよく分からへんね。おえ、もう分からへんのかな。ほんでまあマグネット取って、いやこれさらこんなさらわっしゃ、こんなでかい平わっしゃ、こっからこれが足がしま抜けてくるんでしょう。うん、ちょっとだけこずるぐらいでいけそうやけどな。うん、あんまりこの鋳物のところ張り切ったりするとうちの鉄板が曲がっちゃうから、ある程度やって浮いてこなかったらプーラーの方が良さそう。プーラーの方がいいな。でこういうところで無理してこぜたりすると大体ろくなことにならないので、この辺で潔く諦めてプーラーにします。ちょっと待てよ、よく考えるとドライブシャフトを外すということはこのすごく嫌いなドラムをまた外さなければいけないということか。え、めっちゃいいぞ。いいですか皆さん、ドライブシャフトを外すっていうことはね、このドラムを多分またこれは分解をしなくてはいけないんですよね。僕が言いたい、こういうね目の前の困難から逃げてはいけない。逃げ癖がつく。戦わないとダメなんですよね。いいですか皆さんね、戦いたくないからこうやって喋ってるんですよ。いいですか、わかりますかこれ。え、いいですか、戦いますよ僕は。戦いますからねこれから。やめとこうかな。ドラムのハウジングどうなんでしょうね。これ分解わざわざせんでいいのかな。でもどっちみちやっぱりジムニーとかと一緒でこのマスターについてるブレーキラインは外さなあかんぽいですね。いやただどうやってこれドライブシャフト抜くんやろ。ちょっとでもいずれにせよこのカバーを外さんと分からへん感じですね。漏れ止めのキャップして、でほんで多分、おお賢い、こんなのってんじゃん。あ、ちぎれた、ちぎれたんか。いやまあいいか。でこんな感じに、でこいつを抜くのをどうすんのかって話なんですよね次。あ、なんかこんなんが入ってる。へえ、面白い。変な構造。こんなん入ってましたわ。向きは特に何でも良さそう。こんなんが間入ってて。で、これを多分抜かなダメなんですけど、多分そんなもちろん引っ張って抜けるもんでもないから、これは多分こういうなんをつけて、スライドハンマーで、こんな感じで抜くんちゃうかな。いや、わかんないですよ。これやってるから。あ、でもベアリング入ってんのか。だってこんなベアリングプーラーで抜けへんもんな。整備とかね、DIY 自分で、してらっしゃる方でしたら、このいろんなものが転がっているこの状況から
お察しできると思います。で、FR のミラでドリフト超してらっしゃるミラおじさんですねが、この隙間にカラーを入れて、でこいつを使って、まあ、プーラーみたいな感じで引き出せばいいんじゃないかということでアドバイスくださいまして、アイデアをねいただきまして、もうありとあらゆるこのいろんなもん見つけてきましたよ、隙間のこんな。でこれでちょっとやってみましょう。なんかちょっと手応えがある感じなので、これでいきましょう。きついわこれ。スライドハンマーももう何の筋トレやねんぐらいやりましたけど。でちょうどほんま多分これぐらいの厚み、これも多分何かの何のベアリングかな、なんかジムニーやったかな、なんかのベアリングの、アウターをこういうのをこうプレスのジグとして残しとるわけですね。でこれをこう入れて、これも、反対につけないとプーラー的にこの引き出しができないので、でちょうどこれでベアリングの外周、そしたらギリギリここちょうどギリギリこれぐらいだけネジがかかります。せやし、さっきの厚み以上分厚いやつ、例えばこんな厚み、これそもそもアルミやしダメですけど、でこれではこのネジ山がかかってこないんですね。ちょっとこれでいきますぜ。なんかいけそうな感じがあんねんな、これ。一応さっきパキって言ってんな、やってみてたら。いけるかな。おおお、最悪なんかネジ山おかしくなったら、もう一つのミラーのやつ使おうか。で、ちょっと見てみましょうか。あ、ちなみにこれは、アホになったトルクレンチを、2分の1のラチェットとして使ってます。どうやろ、これでベアリングが浮いてくれてたら嬉しいんやけど、どうでしょう。お、出てきてるぞ。おお、ありがたい、ミラおじさんありがとうございます。こんだけの感じでやっと出てくるっていうことは、これはちゃんと入るのか？ベアリングこうといてよかったな。今週はちょっと他のことやってたからな、今週も。こういうのはインパクトでいくとちょっと怖いんで、手でちょっと感じを確認しながらいきますわ。うん、ネジ山も傷んでない。こういうのはインパクトでやったりしたら、この段階でネジ山も傷んだりするから、なおさら。おや、おお、結構出てきてる。で、多分ここでテーパーで当たってしまってるから、もうこれ以上が、ちょっと無理なのか。でもここまで来てたら、もうあとスライドハンマーできんのちゃうかな。結構細いな、ドライブ。いけましたわ。これは早速ミラおじさんに報告しとこう。ありがてえ。